オーストラリア南東部で大規模な森林火災が発生し、住宅に燃え移るなど被害が広がっています。南半球のオーストラリアでは6日、南東部のビクトリア州など3つの州を熱波が襲い、気温が40度に達しました。そんな中、AP 通信などによると、ビクトリア州内の50カ所で火災が発生。中でもオーストラリア第2の都市メルボルン郊外の森林では、乾燥と強風により火がしばたたく間に広がり、大規模な森林火災となりました。消防がヘリコプターなども使って消火活動を行いましたが、火は住宅にも燃え移り、複数の建物が被害を受けました。また、400世帯で停電も起きているということです。州当局は今後、火災がさらに拡大する恐れがあることからシェルターなどに避難するよう呼びかけるとともに、火災に巻き込まれる可能性があることから、森林地帯に近い道路は避難経路に使わないよう警告しています。